モンディディエは、フランス、オードフランス地域圏、ソンム圏のコミューン。モンディディエは、サンテール地方に位置し、北西のアミアン、南東のコンピエーニュの中間にある。第一次世界大戦で廃墟となったモンディディエの、アミアン通り、パルマンティエ広場。背景は、サンピエール境界少なくとも、ガリア時代から人が定住していた。一部の歴史家たちは、 この定住地がブラチャスパンスと符合すると考えている。カール大帝時代、町の北東に、774年、フランク王であり、未来の神聖ローマ皇帝となる、カール大帝によって、ロンゴバルド王にして、王妃デジデラダの父、デジデリウスがそこで囚人となっていた。この総和を住民が膨らませ、山を意味するモントをつけて、モンディリエ都市、町の名とした、10世紀。 モンディディエ白爵夫人ヘルドビドが聖、リュグルと聖、リュグリアンの聖遺物を祀るノートルダム教会の近くに塔を建設した。セアウグスチの修道会とベネディクト会が修道院の維持を司っていた。モンディディエ白であったラウールド・クレピーはアンリ一世の未亡人であったアンヌド・キエブと結婚したためカトリック教会から破門された。1 7 4年にラウールは死去し、 サンピエール教会に埋葬された。墓は、現在も見ることができる。彼の後取りであるシモンは、王国の最大領土の実権を握って3年後、フィリップ一世に対して戦争することに疲れ、ローマ教皇グレゴリウス7世を訪問しようとした後、モンディディエをフランス王に割上した。シモンは、父親の亡骸を墓にそのまま収めることを望まず、墓を改めさせている。 しかし発掘に立ち会ったところ妨害に遭い、彼は権力を捨てて修道院に引退し、生涯を終えた。1184年、フィリップ2世は、アミエノワ、ベルマンドワを獲得するため、フランドル博、フィリップ・ダルザスと争い、モンディディエ郊外に火を放った。1195年、コミューン住民は、王から、コミューン検証を得た。1472年、モンディディエは、 ブルゴーニュ公軍によって焼かれた。ルイ11世は1471年と1477年の2度、モンディディエを訪れている。アンシャンレジーム体制下の行政区分では、モンディディエはサンテール地方の一部で、大官が置かれ、税務と財政を司るペーデレクションであった。1516年、モンディディエ大官区が設置された。1527年に、 フランスは一世がモンディディエを訪れた。1575年の直令によって、アンリ3世は、モンディディエにペイデレクションを置いた。1590年、新王アンリ4世の軍が町を脅かした。1625年、モンディディエで、マリード、メディシス、アンヌド・トリッシュ、ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランスら3人の王妃が集まった。ルイ14世は五度町を訪れている。 1849年9月9日、ビクトル・ユーゴーは正午にコンピエーニュを立ち、1時間でモンディディエに到着した。彼の滞在は短く、午後6時にはモルイユにいた。第一次世界大戦中、フランス東部のすべての県と同様に、モンディディエは町ほぼ全体を破壊された。ありがとうございます。